前回に引き続いてコンデンサーの問題を括弧5番から始めます。5番の問題はどういう問題かと言いますと、抵抗 R2 で発生したジュール熱を求めなさいという問題です。前回2の問題を簡単に復習していますと、最初はこの S1 を閉じました。 S2 は開いたままです。で、 S1 を閉じてここに電気量が9クーロンの同じですね。これいわばこれ直列型の、この電源によって直列型のコンデンサーになりますから、こういう配置で電気が溜まっていきます。その時に C2 というコンデンサーに溜まる電気量は3分の1に CV0 クーロンです。で、こちらが電圧が3分の2 V0、 残りの3分の1 V0 がここに、ここの電圧になりますね。ですから今度は S1 を開いたら、まあ、そういうこういう9クーロンのまま、こういう電気量が蓄えられて、電圧はこうですね、電気量と電圧というようになります。で、 S1 は開いて今度 S2 を閉じますと、このここのエネルギーがここに静電エネルギーとして分配されて、ここで R2 の抵抗で重熱として発生します。この S2 を閉じる前のここに C2 というコンデンサーに溜まったエネルギーですね、いわば静電エネルギーはどうかというと、この静電 U2 とします。 U2 は2分の1の 9V2 になります。この V2 は3分の1 V0 ボルトですね。 Q は3分の2 CV0 クーロンです。ですから2分の1かけこれ3分の2 CV0 かけ3分の1 V0 ですね。で、ニトリが消えまして、 U2 は9分の1 CV0 10 V0 の2乗ジュールになります。ですからここの C2 に溜まっているエネルギー、静電エネルギーはこういうふうになります。これが S を閉じることによって C2 と C3 に Q2 と Q3 という電気量を蓄えて、しかも R2 で発生する重熱に変わるわけですね。もともとあったエネルギーが、まあ、これはいわばここの直流電源に相当するエネルギーを持っていると見なされるわけですけれども、このエネルギーがここと後に残ったこのエネルギーとここの発生する重熱に分配されるわけです。ですからまずここでのエネルギーを求めました。次にこことここは同じ並列型ですから同じ電圧になります。その電圧は何かというと、この合成容量は 2C+3C です。 5C になりますね。 5C ファラドになります。で、その時にこの電気量は一つのものを考えると、一つの合成容量が 5C です。で、電圧が V とします。どちらも電圧 V になりますから、この Q がこういう形になりますね。で、この V を求めると C と C が消えまして15分の 2V0 ボルトになります。これどちらもこの15分の 2V0 です。これ一つくくりにしますと 5C という合成容量になります。ですからこの放電した後ですね、 S2 を閉じた後、これとここにたまる静電エネルギーは何かというと、ここに S2 を閉じた時にこの9クーロンがここに2つに分配されます。その時に C2 にたまる静電エネルギーと C3 にたまる静電エネルギー、この C2 にたまる静電エネルギーを U2' とします。この U2 は最初にあったものであって、これはその後ですからダッシュにします。 U2' と U3 ですね。その静電エネルギーの和は2分の1 CV 乗から、この C は合成容量です。 5C になります。で、電圧は15分の 2V0 ボルトですから V の2乗、これの2乗になります。あとは2分の 5C これをかけて、こういう事情の形にして、これを数字だけをやりますと45分の 2になります。 で CV0 乗ですね。ですからここでエネルギー保存則を使えば、最初に持っていたエネルギーがこれです。で、分配されて Q2 と Q3 こういうふうに分配されて、 R2 で発生した重熱を H としましょう。で、こういう形になりますね。これが最初のものです。これがさ後のものですね。ですから H は何かというと、これからこれを引いたものですね。9分の 1CV0 事情引くこれですね、45分の 2CV0 事情になります。
これは45分の5になります。これは45分の3で15分の1 CV0 事情、これはジュールですね。括弧6番の問題です。今度は S2 を開きました。開いてこの C3 の極板間に厚さがこの間隔、極板間隔の半分の油電体を挿入しました。その時にこの弧のコンデンサー C3 の電圧は挿入する、油電体を挿入する前の3分の2倍になったということです。その時の油電体の非油電率イプシロン R を求めなさいという問題です。空気の非油電率は1でした。で、ここで、ここのコンデンサー C3 は 3C フラットという電気容量ですけれども、半分、ここを D としましょう。間隔をスモール D とします。で、半分ですから油電体の厚さは2分の D ですね。ですからここは直列のコンデンサー C3 は C3' と C32' との直列だと考えたらいいですね。で、それぞれ2分の D という厚さ、2分の D、ここは油電体が入っています。こういうふうに考えて、でここの場合は変わらないのは何かというと S2 を開いたんですけれども、この Q3 ですね、 Q3 は変わらないと。この 3は、ここの 3C という電気容量にこの電圧をかけたものですね。これは変わらない。しかし変わるものはここの油電体を入れた時のこのコンデンサーの容量が変わっていきますね。 S2 を開いた時にこの C3 に溜まっている電気量ですね、 Q3 を求めてみます。これは 3C という電気容量ですから、 3C ファラットですから、これに CV ですから、この電圧をかけました。で、これとこれで5になって5分の2 CV0 クロンという電気量ですね。これをまずここに書き留めておきます。で、次にこのコンデンサー C3 ですけれども、油電体を入れることによって直列型のコンデンサーになります。この合成容量を求めてみます。で、一般に電気容量、コンデンサーの電気容量はこういうイプシロン D 分の S ですね。これ油電率です。で、油電率というものはこの真空の油電率をイプシロン0とすると、この非油電率はこの真空に対するその物体の油電率ですから、こういう形になりますね。イプシロン0は空気の非油電率を1としますから、これ1と考えたらイプシロン R ですね。イプシロンはイプシロン R に比例します。ですからコンデンサーもイプシロン R に比例します。ここがこう分子になりますから、で一般、間隔は分母に来ていますから逆比例、反比例しますね。間隔に反比例します。で、ここの場合は間隔は半分になりました。2分の D になりましたから逆比例ですから2倍になりますね。電気容量は2倍になります。ですから元々の C3 のここは半分になりましたから2倍になりますね。 2分の D のそれの分2分の D 分の1ですから、ね、結局2倍になりますね。で、C3 はもともと 3C ファラドですから 6C ファラドになります。で、油電体を入れた場合 C3 2' ですけれども、これも厚さが、ここは2分の D になりますから2倍になります。で、イプシロン R は先ほど言いましたイプシロン R に比例しますから、こういうふうになります。これが 3C ですから結局 6C 6のイプシロン RC という容量になります。で、直列ですからこういう逆数の和ですね、これを計算しますと、これ E イプシロン R ですね、イプシロン R プラス1になります。ですから合成容量はこの逆数になりますね。ですから 6C イプシロン R の C という全体的にはこういうファラドという合成容量になります。そこに Q3 という電気が溜まっていますから、この全体のコンデンサーの電気容量はこういうふうになりました。で、これにここの Q3 ですね、ここに Q3 という電荷が溜まっています。ですから Q3 イコールこれ CV ですね。 V は電圧はこの3分の2倍になったというわけですから、挿入する前の3分の2倍になったというわけですから、挿入前は電圧は15分の 2V0V です。それの3分の2倍ですね。で、結局は電圧はこうなりました。で、 Q3 は何かというと、今さっきやりました5分の 2CV0 ですね、5分の2
で、これからこの式からイプシロン R がを求めればいいわけです。で、これが15度差で45分の4 v0 になりますね。で、これをこちらもできます。で、そのまま持ってきました。で、これあとは CV0 とこちら CV0 は消えます。で、あとはもうこの数字ですね。ですからイプシロン R プラス1分のイプシロン R は何かというと、これを割っていきます。これを割る、これもこちらで割るということですね。ですから逆数になります。これも逆数になります。で、これを計算しますと2と4で2、2と6で12になります。5と45で9になります。で、これを3で割りますと4分の3になります。で、このたすき掛けですね、これとこれ、これとこれをかけたものが同じです。で、この4とイプシロン R ですね。で、これと3のイプシロン R プラス1をかけます。で、これとこれでこうなりました。これを移行するとイプシロン R 非誘電率は3と出ます。誘電体は空気の誘電率が3倍ということですね。